粗品です。せいやです。うっ、スタッフさんが選ぶ霜降りチューブ2人の天然臭。今年もこの季節がやってまいりました。そのだから昔の大物テレビタレントのハワイ旅行行く前のやり方、ご機嫌テレビとかの霜降りチューブ700回以上やってまして、そうですね、いろんな動画あるんですけど、中でも2人の天然の瞬間、そうそうそう、がなんかあるらしい。あったかな。あんまないけどな、天然、まあ、なんかいろいろミスとか、まあ俺が言われがちやけど、意外と粗品さんもあったりとか、ドジとかね、あんのかね。ちょっとそこら辺の VTR をまとめてみたいなんで見てみましょう。いやいや、昭和やな。ほんで見てないからね、スタジオの人見てないね。うん、見てない、ワイプなしです。昔から見てないこれ、というわけでお願いします。いきますよ。はい。あれこれ、いやもう分かるやん、ジミー大西さん、あの絵描いてる時のどこがやん。小梅太夫さん、どこ。一回止めていいですか。なんでなんで、何すんの。めっちゃうんこ漏れた。ごめんなさい。ちょっとここで脱ぐな、ここで脱ぐな、はい、どこがやねんって。ねえ、でかいツッコミ来ると思ったら、うんこ漏れてる。もうせいやさん、何してんの。ほんまに漏らしてたんで。なんかリアクションのね、ドッキリとかでうんこ漏れる、うんこ漏れるとか言ってるの聞いたことありますけど、ほんまに漏らしてたんで。見たら。ピザもめっちゃうまいから、しべたのピザ。ああ、ほら。いいですね。天然。天然出た。うまっ。30。ちょっとやらかいな。こっち。めっちゃできてたけどな。何やねんそれ。めっちゃできてたけどな。何やねんそれ。天然の、ほんまに、ほんまに天然が出た。ってびっくりした。こっちの方がええな。こっちやっぱ跳ねすぎやな。もう違うもの、あれはあれ一回ちょっと、はいはいはい、あ、ちょっと試してくれる。うん、え、今までのやつが、はいはい、これと、はいはい、これが B、 あ、 B ね、はい、新しいやつ。最近のがこれ。やめろこれ。何してんねん。こいつ何してんねん。お前、俺のとこ奪うなよお前。いやもう。めっちゃ跳ねるでこれ。ピンボールのバリおもろいとこやってんねんって。せいやさんがね、この数字をなんか言うらしいの。これ言うかな。じゃあ OK です、せいやさん。はい、いきますよ。はい、普通に、普通に直感で答えてな。はい、2たす2は4、4たす4は8、8たす8は16、16たす16は32。さて5から12の間の数字で1つ選んでも言ってください。なんで5から12の間で1つ選んでも、5から12の間、なんでもいいから。1。キモこいつ。キジンすぎて誠実せえよ。何やねん。キジンすぎて誠実せえよ。何がやねんこいつ。はぁ、何やねんこれ。いや違うやん。はぁ、何が1やねん。いや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 、言うやん。いや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 。聞いてた。え、何を。いや、聞いてた。基準すぎて、もう今日散歩で終わるよ。何を言うとんの。5から12か。そうよ、もう一回やるで。何を言うから12。基準すぎて成立せえ。
メンタリズム中津のせいや。ひどいの。メンタリズム破れたり。特製霊使ってくれ。とりあえず。初めにネギアトリス。いやどうしようかな、じゃあ。特製霊使って。軍棒の回見ました。いや、そんなんじゃ無理やな。え、ちょ、ギャグしてもらおうかな。ギャグ。え、じゃあ、借金で。借金？今何本あんねんやったっけ、借金。46億とかやな、確か。40億ぐらいあります。いや、46億でギャグ。なんて？46億っていうワードでギャグ。46億っていうワードでギャグ。ギャグでき、まあ、これありますからね、特製例。今私の願い事が叶うならば布団が欲しい。あ、ちょ、忘れてた、46億。何やねん、待って。俺、それを楽しみにして何や今の。ちょっと待ってくれ。ダメー、ダメすぎ。腹立つわ。46億ダメを裏切りたかったんですけど、言わなあかんねんな。そうよ。あ、ダメすぎ。ルールも破った。ダメー。地獄や。意味わからん。カエルテイワクラともみ。え、イワクラともみ施設だ。やばっ。トモミ、違うトモミ、間違えた。異人、こいつは間違えた。異人、やばー。もうわかん。聖夜軍だよ。いや、ミサト、そうや。岩倉、俺も意外に好きやね。それなんやろ、まだ飯行こう。俺の仲いい人取っていくなや。よっしゃ。やばいやばいやばい。いいぞ。やばい、岩倉。めちゃめちゃクイズ番組のすごい空気になってる。トモミ、どこでボケた。上田さんにぶち切られる。ボケよ。そんなボケいらねえわ。さあ、来た。来た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 。手元狂いまくってんだよ。いやちょっと待って、今こっちもすごい新居やで。ちょっと待って、こっちもすごいことなってるで。いや新居にたこ焼きこぼす。ちょっと待ってや、今こっちもすごいことなってるで。焼く前のたこ焼きこぼされる。ちょっと待ってや、ちょっと待ってや。一番最悪だ。ちょっと待ってや、ちょっと火事になることにな。ちょっと待ってや。そうやな、火使ってるからな。ちょっと待ってや、ちょっと待って。焼く前のたこ焼きをちょっと待って、こぼされた。その件ちょっと待ってや。ちょっと待ってや。スコープな。スコープ探そうか。膝焼ける。膝焼ける。熱い。この太陽の照り返しでめっちゃ熱なってるからね、ここ。おお、下いいね。おい、金アームあるぞ。やばい、ごめん、落ちた。えすまん。おい、金アーム、めちゃめちゃやばい穴あった。どこ行った、どこ行ったん。回収してくれ。ちょっと待ってくれ。おい、どこ行ったんや。めちゃくちゃやばい穴落ちた。めちゃくちゃやばい穴落ちた。うん、ヒューンってなった、ほんまに心臓。これでもライフラインがやってくれんねんな。素晴らしい。ボルトにしようかな。あ、サンキュー、帰ってきた。ナイス。普通にやったらええの。じゃあ普通にやれる。ロックダウンシールドで普通にやれる。相手錯乱さしたんや。普通にやれます。じゃあ穴確認もせえへんやん。穴確認ってなんなん。一回俺落ちたやん。チームの中で誰かは確認せなあかんやん。いやいや、ここ落ちるって。いらんやん、穴確認。俺に刺すなよ、汚れ作業だけ。お前が勝手に汚れたやん。花形やん、お前のやってること。いや、穴形じゃないよ。花形作業やんねやったらもっと結果出せよ。何？いや、お前センターバックに点決めてないやんって怒ってんのと一緒やねん今。俺守ってたからみんなを。いや、最低のセンターバックやな、正直。フォワードなんや。勝手に落ちるし。
勝手に穴落ちるのがほんまに意味わからない。穴確認せよじゃん。穴確認っていう技なんや。当たり前や。なんでこいつらとやってんねん俺。その穴確認した時にすごい士気は下がりましたね。そうっすね。あ、まだこんなやつとやってんだ。いや確かにお前お前まだ穴落ちてんの。だから言うてるやん俺。何にもできへんでって。いいやね。俺でええの。いいよ。ちょっと待って、どこ行く？もうじゃあイモル？オッケー。どうする？隊長に任せるよ。じゃあエステートでイモルか。こっちにいいものがあるか。あ、いや、まあ、イモル向いてるキャラではあるけどな、ジブラルタル。あのウルトやっぱ強いから。じゃあ行くで。粗品さんが行ったところにウルトでミサイル打ち込めるからね、俺。そう。ゴー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 。乗り心地どう？ディフェンスペリメーター入りました。お、いいね。よっしゃー。あ、やべやべやべ。嘘嘘。お前。うわ。どで、なになになに。うわ。助けてー。何今の。なになに。うわ、助けてー。なになになに。はい、行くぞー。お前、まさか穴確認した。お前。お前、まさかだけど。穴確認して。いらん言うたやん。え、そうやった？お前、自分で言うてたで、いらんって。いや、穴確認。お前、いらんって、穴確認。道連れで穴確認しよう。びっくりした。いや、みんなで穴確認した方がええやろ。三人穴、あ、一人でせえよ、穴確認。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録、お願いします。